どうも、帝国陸軍の光こと、牟田口蓮也である。同じく陸軍の石原幹事です。今回は前回に引き続き、日中戦争はどうしたら勝てたのかについて、考えていきたいと思うよ。前回はほとんど私が解説したんですが、今回も頼むよ石原くん。では前回の続きからいきます。前回は1937年が終わったところなので、1938年の初めから解説していきます。赤く塗られているところが日本軍の占領地域だね。逆に黄色の地域は中国の地域となっています。山東半島で包囲をしているね。そうですね。ただ、あまり多くの殲滅はできないでしょう。ですので大規模包囲の準備をすべきと思います。どこでするの？港の位置を考えるとあまりできなそうだけど。中国軍は脆弱な海軍しか持っていないため、港があったとしても満足に輸送は行えないでしょう。ここでは海軍というアドバンテージが出てるね。はい、そして大規模包囲ですが、沿のあたりで包囲網を形成することで、中国軍を大規模殲滅できるでしょう。具体的にはどのように進軍するの？上海と北京の日本軍の合流を目指しつつ進撃します。ここにはまだ大きな山岳はないから、割とスムーズに進軍できそうだね。ただこちらの被害もそれなりに出るでしょう。また迅速に進軍しないと中国軍に逃げられてしまうため、軽戦車、自動車化部隊を中心に進軍すべきでしょう。進軍したらこんな風になるね。大体50万人程度の中国軍を包囲できるでしょう。ここで潜水艦による通商破壊を実行します。完全に中国軍の補給を断つんだね。それと海路での撤退を防ぐ意味もあります。中継までもかなり近くなってきたね。はい。そして史実ではここで国家総動員法が発令されますが、ここではそこまで必要でもないでしょう。なんか大日本帝国の悪い部分がなくなってくな。1938年はこのあたりとなるでしょう。では続いて1939年に入っていきます。まずは包囲している中華軍の殲滅をします。航空機も配備して支援させましょう。そしたらどう進撃するの？機械化部隊の配備を行います。軽戦車、自動車化部隊を15万人ほど配備しましょう。そんな工場日本のどこにもないよ。日本には、ないですね。どういうこと？北京、上海など沿海州の工場を利用しましょう。中国での雇用も生まれてウィンウィンだね。賃金が支払われるか不安ですけどね。そんなわけで配備した部隊ですが、5万人を海南島、10万人を主力部隊に配備します。日本軍が機械化されてく。部隊の配備が完了したあたりで、海南島方面と主力軍の合流を目指します。実質、大陸打通作戦ですね。なんか機械化したり、潜水艦ばかり使ったり、ドイツ軍みたいな進撃の仕方だね。ドイツ軍は陸軍だけで言えば世界でも、1位を争うレベルですからね。とりあえず、進撃したらこんな感じだね。はい、迅速に包囲した敵軍を殲滅しましょう。また通商破壊もするの？そうですね、航空支援と同時に行います。容赦ないね。敵軍に容赦していたら勝てる戦争も勝てませんからね。地図を殲滅後にするね。ここあたりで、第二次世界大戦が始まります。中国軍に対する支援も少なくなるね。つまり攻め時と言えるでしょう。ただ、すぐには進撃しません。前線のせいで装備が足りないところもあるからね。攻めるのは1940年になってからが良いでしょう。そしてここで日ソ中立条約を結びます。中国軍にとっては最悪だね。しかし、こちらにとっては好機です。全軍で中国に対して進撃しましょう。およそ、半年ほどで重慶を落とし、中国は日本に対して降伏をするでしょう。さて、講和会議ですが、大日本帝国は上海、青島など港湾都市の獲得、そして中華民国は日本の傀儡国となるでしょう。中国から賠償金も取れるね。そして日中戦争が終結したことで、軍による政治は終わりを迎え、志出原喜十郎首相などが率いる、政党内閣の時代となっていくでしょう。第二次世界大戦には参加するのかな？おそらくですが連合国とは戦争をしないでしょう。つまりどういうこと？日中戦争を終結させたことで、陸軍が優勢となり、ドイツと共に、ソビエト連邦に宣戦布告すると考えられます。さすがに万全の日本とドイツを相手にした上、アメリカの参戦は見込めないソ連は日独に対して、かなりの劣勢を強いられるだろうね。はい、ソビエト連邦が降伏した後は、ドイツとイギリスで停戦が行われ、日独対英米の冷戦となるでしょう。
それではこの辺で動画を締めさせていただきます。ここまでのご視聴、ありがとうございました。